こんにちは、わたわたペットです。以前トイプードルとポメラニアンで立ちポーズ、お座りの作り方を紹介したので、今回は柴犬で伏せポーズの作り方を紹介します。またこのようにリアルな手足を作ることで、より一層本物らしい作品を目指したいと思います。では頑張って作っていきましょう。ニードル綿を作った頭の3個分の長さ、1、2、3個分の長さで広げて用意してください。手前からちょっと長めになりますので、ちょっと難しいですけど、手前から少しずつ巻いていきます。しっかり圧をかけながら巻いていってください。で、時々ニードル針で刺して固めていきます。こういう風にずっと巻いていきます。固めていって細かったら、またこのように足して巻いていってください。太さですが、頭ぐらいの太さまでは太くしてください。ここはこんな風に曲げて固めるのではなくて、ふさふさしたのを中に入れる感じで固めてください。指で押してもへこまないくらいしっかり固めてください。太さはお顔ぐらい、長さは頭3個分の長さ。これに頭をつけます。10センチのモールを用意されて、2つに折ってひねります。頭をつけるのですが、この、横から見たらこの甲をつけたりしません。ここにつけます。切りで穴を開けます。からここですね、横から見たら分かりますか、こんな感じです。ここに穴を開けます。そこへ先ほどのモールを入れて、周りから チクチクすると、モールが土台についてくれます。頭をここにつけます。穴を開けて、ちょうど真ん中のところですね、穴を開けて、ここにモールを差し込みます。取れてしまわないように、モールに向かってチクチクしてください。首のところに肉をつけていきます。ニードル綿を細くちぎっておいて、まず頭の首の下のところに固定します。ぐるっと巻きつけて、伏せの首のイメージをしっかり持って、自分でイメージしながら作ってください。胸は出てた方がいいので、少し後ろ気味、首が後ろに行くような感じで肉付けしていくといいと思います。
ここはガクッとなるよりも少しカーブするように肉付けしていってください。普通のポーズにするので少し上向いてる方が飾った時に可愛いかなと思います。向き変えたい人はこうされてもいいですよ。全然その自分の好きな方向に今のこの時点でやってくだされば大丈夫です。こんな風に肉付けしていっていますが、ちょっと首はねまっすぐ向いているよりもちょっと傾けたりしたら全然表情が変わって可愛い作品になるかと思います。頭をつけました。ポイントとしてはこの頭の丸、この大きさより胸が同じぐらいもしくは大きくした方が可愛いと思います。次に手足を作っていきます。30センチのモールを三つ折りにします。そして真ん中からひねってください。今回伏せポーズですので同じ形の足を4本作ります。ニードル綿を広げてこちら側が3センチぐらい残して、こっちが体につける部分になります。手前からくるくるっと巻いていきます。で巻き終わりを止めます。こちらが 2,3 センチ残してた部分ですね。ふわふわしてる分、こう指で挟んでこのはみ出た部分を中に押し込むように足先を作ります。4本ともこの作り方一緒です。こんな風に指と指の間に針を刺していく感じです。まずこちらが肉球がつく裏側として、こっちがここですね、甲の方になるとしたらこちら側から色を入れていきます。短く切った、私は今回1センチぐらいに切った4毛フェルトを指でしごいて乗せて刺します。少しハサミを浮かしてカットしてください。前足に色を入れました。次に指股を描きます。真ん中に1本入れて、ちょっと濃いめの茶色を使ったらいいと思います。黒でも大丈夫だと思います。細く糸状にして線を引きます。日本犬らしくちょっとなんか指長くした方がいいと思います。
余分な分を切ります。裏に肉球を描きます。羊毛フェルトの黒で描いていきます。今前足を作ってるのでもう一個肉球を描きます。この大きな肉球の後ろに小さな肉球を一つ作ってください。後ろ足にはこれはいりません。前だけつけます。色を入れました。ここは後から体につけるので途中までで大丈夫です。ここまでできたら先ほど作った胴に当ててみてサイズを確認されてください。もし細かったり太かったりしたらもうこの段階で作り直した方がいいです。これに爪をつけます。省けるとしたら肉球と爪ですね。それぐらいです。ここまではしっかり作ってくださいね。これに爪をつけるんですが、爪は100均の樹脂粘土の黒あるいは白を使ってください。作り方ですが、樹脂粘土を小さく丸めて手のひらでこのように伸ばします。で先を少しこう尖らせて、わかりますか？これで2本分の爪になります。でこれを曲げます。これを乾燥させてください。乾燥してからこの先につける爪を選んで、サイズのいいやつを選んで、長いですよね。なので普通に樹脂粘土でハサミで切れます。真ん中から切っちゃいます。白い爪もちょっと入れようかなってことで白い爪も用意してみました。爪の付け方ですが、接着剤をまず用意します。爪のつける位置、こことこことこことここですね。4箇所ハサミでこのように切り込みを入れます。指の先に切り込みを入れる感じです。作った爪が入りにくそうだったら切りなんかでグッとこう穴開けても大丈夫ですからね。とりあえず4箇所穴を開けます。でこの爪に接着剤をつけて、この間にこんな風に入れる感じです。羊毛フェルトを爪に寄せていく。真ん中に向かってこうハの字につけるとワンちゃんの爪らしくなります。
白もちょっと1本入れます。接着剤が乾く前にこうしっかり形を整えてあげてください。そしてこれ前足なので、前足はもう1本爪がいるんですよ。ここら辺です。ここら辺に切り込みをバチッと入れます。長さを調整して爪を1個つけます。これで前足ができました。後ろ足はこれとこれがないだけです。前足と後ろ足ができました。これが前足ですね。後ろ足と比べると肉球の数が違います。ここに一つ多いです。つける爪もここに一個ずつ多いです。では体につけていきます。後ろはまだ完成してないので肉付けまだ済んでません。だから気にされないでください。前の伏せポーズの前足のところだけ作っていきます。前足を2本用意して、この爪が内側になるようにこんな感じでつけます。手の長さがどんな感じかなっていう感じでこう一応当ててみてください。そしてここら辺かなっていうところを折り曲げます。横から当ててつける感じです。仮止めをします。肩のところに肉付けしていきます。この脇のところもしっかり入れてください。後ろ足を作っていきます。長さを決めて折ります。この部分につけます。ふくらはぎを作っていきます。もりもりっと作ってください。こんな風にここの部分にふっくら作る感じです。後ろから見るとこの位置につきます。足のつけたここのところもお肉入れるように
ニードル綿を足していってください。このように固めていって後ろ足をつけると、こっち両方この感じでつけていくと、別に作ってるんですが、このようにこれ植毛もしてますが、この感じでまっすぐ前を向いた伏せポーズになります。手もこうギュッと寄せて揃えたらこういうポーズもできます。こんな風にしたい方はもうこのままこっちも同じように作ってください。ちょっと足を斜めにする方法ですね。反対側の足をこういう風に見せたいので、見せたいようにつけます。仮止めします。そしてこちらの部分に肉をつけます。太ももがこう入り込む感じで、斜め向いた感じになります。ちょっとくつろいだ感じの後ろ足をちょっと斜めに流した伏せポーズを作ってみました。柔らかい時にこう自分でしっかりポーズを決めて、グッと押さえてしっかり固めていくと好みのポーズになると思います。固めた時に少しこうニードル綿を足してください。もしね、固めすぎては太くなっちゃったっていう時はハサミで、例えばここが太くなりすぎたなと思ったら、こんな風に思い切ってカットして削ってください。でここが少しバサバサになるので、そこにはまたこうニードル綿をかぶせて、薄くかぶせて刺せば形の補修ができます。白はね、こういう風になんか少しこうじゃなくてこう倒した方がいいです。これもしっかり固めてください。ここにちょっと見えにくいですけど、太ももを作ってます。これでボディができました。全体に色を入れて尻尾をつけたら完成です。次回の動画はこの続きをして完成させたいと思います。